関西アーバン銀行、株式会社関西アーバン銀行は、かつて大阪府に本店を置いていた第二地方銀行で、関西未来フィナンシャルグループの子会社であった。2004年2月1日に、関西銀行と幸福銀行の営業を譲り受けた、関西爽やか銀行が合併し、関西アーバン銀行として発足。さらに2010年3月1日に、 滋賀県を地盤とするビワコ銀行と合併した。主に大阪府内や滋賀県内に店舗を構えている。駅前に隣接していない店舗を、駅前近辺へ移転と足し店との投廃合をするなどの合理化を図る一方、古びワコ銀店舗を中心に店舗改装を行っている。2018年4月、リソナホールディングスの子会社で、三井住友フィナンシャルグループの関連会社となる。 関西未来、フィナンシャルグループと株式交換を行い、近畿大阪銀行、港銀行の2行と経営統合した。また関西アーバンと近畿大阪の両行は2019年4月、合併をし、関西未来銀行が設立された。1922年7月1日、京都府相良郡木津町に、山城無人株式会社として設立され、1944年3月、 京都市下京区に本店を移転。戦後1951年10月には、総合銀行法の施行に伴い、関西総合銀行に称号を変更し、1957年1月には大阪市に本店を移転した。関西総銀は、住友銀行を親密先として、山城無人時代を除き歴代トップを同行から迎えていた。1978年、 住友銀は関西地区での優位性確保を狙い、関西葬銀に合併を申し入れた。当時銀行の支店新設は大倉省によって厳しく規制されていたため、50点を超える関西葬銀の店舗ネットワークは、友銀にとって、水煙の的であった。ところが、関西葬銀内部において、合併に対する根回しが終わらないうちに、同年7月、日本経済新聞など3紙が、 合併計画を報道した。この報道が伝えられるや、関西総銀の従業員や取引先から都銀に吸収されてしまえば、中小企業向け金融は担い切れないなどの声が紛失し、合併反対の規制を上げた。この事態から同年9月下旬、両校は合併断念を表明した。合併は破断したものの、その後も関西総銀と住友銀の友好関係は堅持され、 社長の派遣も継続された。1989年2月1日には、広し銀転換を遂げ、関西銀行に称号を変更した。バブル景気の時代を経て、バブル崩壊に直面すると、関西地区は金融の火薬庫などと呼ばれ、多くの金融機関が経営破綻に追い込まれた。関西銀も融資先に不動産やノンバンク関連の比重が高く、資産の痛みは、 やはり大きかった。その過中、関西銀が1998年3月末時点における、資産内容の自己査定を行ったところ、不良債権を厳格に処理すれば、債務超過に陥りかねないとの報告が、小松健一社長のもとに届いた。報告を受けた小松は、不良債権の重圧から早く脱しなければ、金融ビッグバンにおける対応もままならくなってしまうとして、古巣である。 住友銀の同期入港で頭取りを務めていた西川義文に連絡を取り支援を要請した。西川は小松の要請を開拓し、1998年10月30日、関西人は1999年1月に住友銀グループを引き受け先とする540億円の第三者割当増資を実施すると発表した。翌年1月、資本増強策の実施によって、 関西銀における住友銀グループの出資比率は82.1%となり実質的な住友銀の子会社とされた。また、これを機に小松社長が会長に退き後継には住友銀常務であった伊藤忠彦がついた同年6月から頭取に故障変更。2001年4月親会社であった住友銀は 桜銀行と合併し、三井住友銀行、SMBC と衣替えしたため、関西銀は同行の子会社となった。伊藤忠彦が東取に就任した当初の関西銀の資産規模は約9000億円であった。これは近隣金融機関を見渡しても見劣りする規模で、当時はメガバンクを筆頭に合唱連行が盛んとなっていた時期であり、 伊藤も合併は選択肢の一つとして青写真を描き、シミュレーションを重ねていたところ、経営破綻した幸福銀行の受け皿銀行として設立された関西爽やか銀行が本業の儲けを示す。業務純益は少ないのに、投機利益の水準が非常に高いことに気づいた。そこで関西爽やか銀の決算を精査してみたところ、旧幸福銀の受け皿銀行になる際に引き継いだ。 再建に耐いて国の負担で多額の貸し倒れ引当金を積んでおり、それを毎期の決算で取り崩すことを認められていたことが分かった。伊藤は関西銀が関西銀爽やか金と合併すればバランスシートの改善が飛躍的に進むと資料し、第二地方銀行協会の例会で顔を合わせることも多く、また母校の京都大学の後輩で親しみを感じていた。 高橋周一関西爽やか、銀刀取り、現、アフグコンサルティング社長と接触を持った。そして、混乱を重ねるうちに、高橋は、関西の地人と合併へ向け協議を進めていたが、合併比率の問題で、最終合意に達していないことが分かった。伊藤はすかさず、関西員にも割って入れるチャンスがあると、治療し、合併協議を進めていた地銀と、関西爽やか銀は、 単純合併の交渉を進めていたため、関西銀は、関西爽やか銀の株式を所有する、ウィバー・ロスの率いる投資ファンドから、株式の8割を買い取り、その後、関西銀と関西爽やか銀が合併するとのスキームを高橋に提案した。その提案に、高橋も乗り、ウィルバー・ロス側と合併交渉が進められたが、合併比率を算定する根拠となる。 関西銀株式の時価算定の方法などで交渉はもつれた。2003年2月には伊藤と高橋はニューヨークまでで向いて、ビルバーロスと交渉に臨んだ。話し合いは難交渉となったが、伊藤が強気な姿勢を貫き合併協議は合意に達した。同年7月、関西銀がビルバーロスの率いる投資ファンドから、関西爽やか銀株式80%を取得し、 同行を子会社とした。2004年2月1日、関西銀が、関西爽やか銀を合併し、関西アーバン銀行として発足した。同年7月には、関西銀が NEC 製関西爽やか銀が富士通製を使用していた、環状系システム、機関系システムを NEC 製に統一した。2007年頃、奈良県奈良市に本店を置く。 なんと銀行の豊富な預金量を当て込んで、経営統合を持ちかけ、統合後の名称を、とホールディングスとするところまで合意に至るも、その後の統合交渉が不調に終わり、破断に至る。2008年秋のリーマンショック影響で、関西アーバン銀の取引先である、不動産会社が板手を被ったことから、規模の拡大と成長を持続させるため広域化が急務となる中、 伊藤忠彦関西アーバン銀会長、当時が、かつての同僚である、山田忠美び子銀頭取に合併を申し入れ、山田も滋賀銀行との競合が激化する中、存在感を発揮できない美和子銀に限界を感じて、伊た子から合併を決断した。関西アーバン銀は、SMBC が当時約42%の株式を、保有する同行の連結主会社で、伊藤会長の他頭取も、 住友銀の出身であり、一方のビワコ銀も SMBC は第3位の大株主で、山田の他前人の長尾茂陶取も住友銀出身であった。2009年3月31日、金融、経済情勢の悪化等に備えるために新銀行の資本を手厚くすべく、関西アーバン銀が SMBC を引き受け先とする第三者割当て増資を実施している。 これら一連の合併を SMBC が主導した背景には同じ頃に関西域内にてメガバンクの三菱東京 UFJ 銀行が温度を取った先週銀行と池田銀行の経営統合も少なからず影響したものとみられている。2010年3月1日、関西アーバン銀が美ワ湖銀を九州合併した。関西では初めての府県をまたいだ合併劇で 滋賀県内や隣接する京都府下での店舗に厚みを増すことになり、預金量ベースでは京都銀行、南都銀行に次ぐ規模となった。新銀行は、行名とロゴは従前の関西アーバン銀のものをそのまま存続させたが、古びわ湖銀が環境保全活動に取り組んでいたことから、古びわ湖銀行のロゴを新銀行の環境マークという形で存続せたほか、 滋賀県大津市の旧、ビワコ銀行本店を、ビワコ本部として主に、滋賀県、京都府内の融資案件を担当する、審査第二部や、個人業務部、法人業務部、外国業務部の担当者を配置するなど一部の本部機能を置いた。この合併によって、古ビワコ、銀店舗での保険、投資信託など個人向け預かり、資産の販売力強化が図れ、 法人向けではそれまでできなかった外国為替取引や金利スワップなどのデリバティブ商品 M&A の提案が可能になった。また2012年3月までの合併後2年間で累計30億円超のコスト削減効果を生み出した。店舗統合は2011年6月6日の夢大見支店実体店では同年6月13日の大阪支店と 京都中央支店を皮切りに、主に、京阪神県における、重複店、旧関西銀、旧関西爽やか銀館の未整理店を含むを中心に、順次実施された。また2012年以降の2年間で20億円強を、当時、約50店舗ある旧、琵琶湖銀店舗の大半を改装し、個人客の資産運用の相談に応じるブースを、設けるなどの営業体制整備を、こう、 店舗網が手薄な京都府南部についても新規出店を検討していた。2017年2月20日、中間持ち株会社にぶら下がる形で、関西アーバン銀行、近畿大阪銀行、港銀行の産業での統合を検討していることが明らかになった。2017年2月25日には、日本経済新聞において、三井住友フィナンシャルグループとリソナホールディングスは、 系列の関西の地銀産業を来春に経営統合をすることで大筋合意した。とする記事が掲載された。2017年3月3日、リソナホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び港銀行は近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び港銀行の経営統合にし基本合意に至ったことを発表した。 関西アーバン銀行及び港銀行の三井住友フィナンシャルグループ参加の2行とリソナホールディングスの完全子会社である近畿大阪銀行がぶら下がる形新たな金融持ち株会社を作る金融持ち株会社はリソナホールディングスの連結子会社となり三井住友フィナンシャルグループの持ち分法適用会社となる2017年9月26日 この統合計画について三井住友フィナンシャルグループ、リソナホールディングス、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行及び港銀行の間で最終合意に至ったこと並びに新社名関西未来フィナンシャルグループとすること、今後段階を踏んで経営統合、システム統合並びに近畿大阪銀行及び関西アーバン銀行の会社合併を行うことが公表された。 2017年11月14日、関西未来フィナンシャルグループが設立された。2018年2月20日、リソナホールディングスが株式公開買い付けの結果、議決権所有割合ベースで株式の15.07%を取得。三井住友銀行は親会社で亡くなり、その他の関係会社となった三井住友フィナンシャルグループは2018年3月30日に、 親会社から、その他の関係会社に変更。同日、三井住友銀行が保有していた第一種優先株式も、すべて理想なホールディングスに譲渡された。2018年4月1日、関西未来フィナンシャルグループと株式交換を行い、同社の完全子会社となるとともに、関西アーバン銀行に代わって、関西未来フィナンシャルグループが、東京証券取引所に上した。 大阪府内、滋賀県内、大阪府外、滋賀県外、同銀行の子会社の男性取締役が、2006年10月から2013年5月の間、交際費1、霊園長を着服し、事故の飲食費などに指摘流用していたことが、明らかになった、一部は、同銀行の取締役であった期間の着服、流用である。同銀行は、顧客被害がなかったことなどから、 刑事告訴は見送り、同男性は2013年6月に子会社を辞職している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。